京都大学数理解析研究所は、数理解析に関する総合研究を目的として、設立された京都大学の付属研究所である。共同利用、共同研究拠点に指定されている。略称は、数理研、リムズ。1963年に設立された日本で、唯一の数学の研究所である。設立当初は解析、応用解析などの面向きが強かったが、現在は、 純粋数学の研究の方が盛んである。諸院は設立以来四十から五十人。雑用が少なく、講義が義務ではない。日本における、数学研究の中心的存在で、著名な数学者が所属した。例えば、フィールズ賞受賞者の広中平介、森重文、ウルフ賞、ショック賞受賞者の佐藤美希夫、ガウス賞受賞者の伊藤清ファルカーソン賞受賞者の藤重悟、 岩田里氏、ポアンカレ賞受賞者の荒木藤夫、チャーン賞受賞者の柏原正樹などである。同研究所所員の共同研究者としての活動や、セミナー、研究集会などに参加するために、海外研究者も多く訪れている。研究集会は、年80回以上開かれ、参加者は約4500人に上る。研究集会の報告集は、 数理解析研究所高級録が年数10巻程度、作読ありの数理解析研究所高級録別冊が年10巻程度、それぞれ刊行されている。数理解析研究所は基礎数理研究部門、無限解析研究部門、応用数理研究部門、計算機構研究施設の3部門、1施設で構成されている。大学院、 教育1975年までは研究所として活動していたが、1975年からは大学院教育も担うようになり、現在では研究所と大学院の両方の側面を持っている。現在、京都大学大学院理学研究科数学、数理解析専攻は二つの系に分かれており、数学系は理学研究科数学教室に所属する教員が、数理解析系は、 数理解析研究所の教員が研究指導にあたる。ありがとうございます。